現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。幸せを運ぶ不労所得のすすめ、ファイナンシャルプランナーの藤井です。2019年一発目のお仕事がこの収録音声になっております。現在1月5日土曜日、午前中にねこの音声を撮っていますが、一発目のお仕事がこちらのね収録になるというのがなんかちょっと感慨深いなと思います。2018年2月に、この音声をね配信を始めて約11ヶ月です。トータルで53話のお届けと、あと特別編ということで何話か撮っていったりとか PDF 等も上げてますんで、おそらく60から65コンテンツを2018年はね提供できたのかなと思います。まあ、これが多いか少ないかは別にして、ね、こう一つ目指していたところで言うと、1万ダウンロードを、目指していましたが、まあ、始めた当初からね、本当に、まあ、どういうものかさえもよく分かってない中、1万ダウンロードを目指して、僕としては挑戦だったんですけど、まあ、着地としてはね、見事達成。と言いたかったんですけど、残念ながら7366ダウンロードと未達成に終わってしまいました。まあこれが達成だったり未達成だったりするっていうのが、まあそれが何なのかっていうと、まあ、完全に自己満の世界でしかないんですけど、まあ一つのね指標として私のねこう、まあ、技量不足っていうのもねあって、2018年もねいろいろと反省すべきところもありました。まあ、話はね変わるんですけど、2019年のこう1月からね1日から5日まで、まあ、実質昨日までかなり寝正月を藤井はしてまして、いろいろと考えることがありました。実家にもね当然帰りまして、まあ、父と母ともね久々に会って話したんですが、そもそもあなたがこの音声を聞いている理由と僕がこの発信を続けている理由って、基本的にはイコールでないとイコールになってるはずなんですね。おそらく皆さんは何か不労所得をこうこの音声から通じてね得たいなとか、何かこうお金について勉強していきたいなとかっていうところがあると思うんですよね。まあ、もっと具体的に言うと、なんかいいお話に乗れて毎月ね収入を得たりとか、お金を増やしていきたいなっていう思いがあってこその今だと思うんですね。で当然僕としてはその思いは僕が目指しているところでもあるので、より有益なね、コンテンツ発信を昨年以上にね、続けていきたいなと思ってますし、基本的には新の木さんもね、そこについては賛同してくれていると思います。で、僕個人的なこの発信をね、している理由としては、やはり日本人のマネーリテラシーを上げていくっていうことで、先進国のね、アジア圏最下位と言われてます。ですから、なんていうかな、まあ義務教育の中でこのお金について勉強する機会もないですし、社会に出てから勉強する機会もないですし、誰かがね教えてくれるわけでもないですし、唯一教えてくれるのはおそらく両親なのかなと思います。その両親と話してみて正月やっぱり分かっているのが、全然ねこうリテラシーは高くないんですね。まあ当然、彼まあ、今父と母が60代前半ですけど、彼らの時代っていうのは、まあ良くも悪くもこう勉強しなくてもこうお金が増えていった時代だったりとか、景気によるね押し上げっていうのもあったので、お金がね別にこう特に何か考えなくてもある意味増えていった時代だったのかなと思います。特に彼らが30代20代30代の頃はですけどね。で、僕がねこうやっぱりそこについて、誰も教える人がいないっていうか、そこについてねこ
学ぶ機会もないなというところで、それが僕の仕事でもあるのかなと思って発信を続けていますし、やはり不労所得っていうものについてはこうね、それに数少ないんですけど出会えると、やはり人生観が変わったりとか、金利についても関心がいったりとかするんですね。そういう意味で言うと、この音声を聞いてくださっているあなたにはいつも感謝してますし、そこについてね、あなたが思うところの願望についてね、達成を助けていく、補助していくね、僕のには責任があるのかなと思っています。当然ですね、こう年明けから金融も大きく動いていまして、アメリカ、日本とも株価は暴落していたりとか、為替もね、2018年は12月の頭は14円台だったのが、今は107円台とかってね、7円とかも動いてたりしています。そんな中でも、やはり利益を出し続けていく、ないしは、毎月の収入を得続けていくっていうのって、こうなかなかね、こう難しい、正直簡単か難しいかというと絶対難しい部類に入ると思うんですね。その中でも勝ち続けていけるようなコンテンツっていうのを、お伝えしていきたいなと思っています。2019年はですね、個人的なところも実はありまして、このポッドキャストをね、3万ダウンロードを目指していきたいなと思っています。また、私のコミュニティであるね、不労所得分散投資クラブ、通称 FBC ですが、おそらく今24、5名の方がいらっしゃいますけど、僕がね、一人一人フォローできる限界人数はやはり50名ぐらいかなとは思っているので、50名まではね、広告とかも使って伸ばしていってですね、ただちょっと変な人は入れたくないので審査制も含めてね、広告活動も勤しみながら頑張っていきたいなと思っています。そして、個人的な、これは完全にね、マニフェストというか、僕に対するね、こうコミットでも、自分に対するコミットでもあるんですけど、FP の資格をね、もう一級高いものを取得していきたいなと思ってます。具体的に言うと FP1 級ですよね。資格がなくても正直仕事はね、していけると思うんですね。むしろ大事なのはマーケティングなんで、資格があってもなくても、むしろ資格があっても1円にもならなければ意味がないと思っているんですが、やはり日本人はね、資格が好きだったりとか、その資格で安心してくださる方とか、その資格があるからこそ耳を傾ける人たちとか、やはり富裕層もね、こういう資格好きの人も実際いたり、権威好きな人もいるので、男36にしてもう一回勉強し直してですね、実際学校にも入ろうかなと思ってたりしてます。この音声でコミットすることで、来年の今頃ね、できてなかったらダサいので、自分にもね、厳しくコミットしていって、男40歳に迎えてね、社会的な意味も含めて、もう一つね、上のステージを目指していきたいなと思っています。この音声を借りてね、マニフェストと題してコミットさせていただきましたが、大きなね、やっぱり目的としては、皆様に物心両面のね、豊かさを追求していただくこと、そして僕自身としては日本人のマネーリテラシーを向上させていくことについては、今年1年もね、ブレはないのかなと思っています。ただね、こう全て成功することはできないので、やっぱりいっぱい失敗もしてますし、今年のね、年初の暴落を含めて、僕は被害に遭ってないんですが、僕の周りでね、被害に遭った人もたくさんいますので、そういうのも見極めながらですね、皆さんにね、有益なご紹介をしていきたいなと思ってます。また新年一発目として、新しいね、案件、これはまあ藤井が監修していく、不労所得案件ではありますけど、リリースしていきたいなと思ってます。現在準備段階でして、来週にはですね、リリースできるのかなと思ってますんで、こちらもね、 PDF で上げていくので、別途楽しみにしていてください。実はね、今から椎の木さんとですね、お昼のランチを取りながら、今年1年間の作戦会議も含めて、また来週以降のね、音声収録なんかもしていこうと思ってます。時に楽しく、時に学びになり、時にふざけながらですね、また1年間、和気あいあいとね、
おそらくクレームをいただくこともあると思うんですが、それはそれとしてね、僕たちのスタイルも含めて気づいていきたいなと思ってますので、お付き合いいただけますと幸いです。それでは、1年間またよろしくお願いいたします。お相手はファイナンシャルプランナーの藤井でした。バイバイ。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、 LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。